こんにちは、1日1分社長成田町、本日は、カヤックの上、からお届けしております。今日のテーマは、祝勝会ということでお話したいと思います。成功した、事例、成功した場合には、その社員ですね、をねぎらうという時に、きちんと祝勝会をしてあげた方がよろしいです。一つそういった成功体験、その時に、ああいう祝勝会をやったんだというところで、社員のモチベーションが上がります。やはりなかなか褒められないままというのは正直寂しいものです。先日はある会社の祝勝会に参加しました。で、ここが問題なんですけれども、翌日からはまた新しい、課題テーマに向かって、切り替えていくんですね。祝勝会をきちんとやる、だらだらとそのままにせずに切り替えていく、皆さんの会社でもぜひ祝勝会をやってみてはいかがでしょうか。船が歪んでしまいました。それでは。